この大きなフレーザー島にはいくつもの湖があるんですね。その中で一番大きい、そして一番綺麗だといってですね、人気があるというんですが、そのマッケンジー湖という湖に向かいます。だいぶこの砂の道のドライブにも慣れてきましたけれども、揺れるんですよね。掘れ込んで、車のタイヤで掘られてですね、掘れ込んでるので、時速もう20キロまでですね、15キロから20キロそのぐらいでないと走れません。マッケンジー湖に着きました。降りてって、それが目の前に広がりますとね、本当に、表現のしようがないんです。綺麗で、私思いついたのは息を呑む美しさという言葉でしたね。これからこのマッケンジー湖の風景ご覧いただきますけれども、どうかお楽しみください。まずは今日天気が良かったので、空、青い空ですね。そしてそれが湖に映って、本当に綺麗な青い色をしています。そして白い砂浜、水にこう覆われてますけれども、そこはちょっと色が違いますね。こういうふうに色のグラデーション、素晴らしいものですね。ではいろんな角度から撮ったこのマッケンジー湖の綺麗な風景、どうぞお楽しみください。これはマッケンジー湖の砂なんですが、見てください、非常にサラサラのですね、粒子の細かいものです。この砂がですね、周りにずっとありますし、そして湖の底もこれですので、水がろ過されるんでしょうね。そのためにこんなに澄み切って綺麗なんだと思います。